どうも寿司ラーメンリクです。ハリセンで思いっきり頭を引っ張たかれても、恐ろしいほどの爆音が頭部から鳴り響いてたとしても、まあ命に別状はないんですよ。でね、超巨大なハリセンがくっついた軽トラに跳ねられても、ハリセンの部分に当たればね、命に別状はないんじゃないかなと思って、ちょっと気になったんですよ今回ね。それでちゃんと命に別状があった場合どうすんの、それ俺今日死んじゃう。こちら打っていっか、でかすぎだろ。全身厚紙していくぞ。じゃあね、早速この厚紙を使ってもうどでかいハリセンを作っていこうと思います。重たい、痛すぎる。よし、痛い。本気でいくよ。はい、おるいくよ、おるおる。やったぞ。じゃあね、早速車の速度で巨大ハリセンを食らったら一体どんな音がするのか。あー、もう無敵。 OK、 プロテクト、プロテクト、マイボディ。盾薄すぎだろこれ。なんでダンボールなんだ、ダンボールなんで1枚なんだ。こう、あー来ている、来ている、シャイクゾンの無駄だ、来ている、シャイクゾンの無駄だ。うわぁ、目あざが腹筋腹筋。されたダメージが蓄積されてます。おかしいだろ、威力が化け物だよ。おるらおるら。